こちらでは、横浜市販路開拓支援事業について、申請書類の記入のポイントを中心に説明を行います。本事業は、市の機関において、市とが見込まれる優れた商品を保有する事業者を、販路開拓支援の対象事業者として認定を行っており、本市行政現場での購入、使用、テクニカル賞横浜への無料出店等の支援を行っております。 説明は、横浜市のホームページからダウンロードできる募集案内に沿って進めていきます。募集案内13ページをご覧ください。提出していただく申請書類の一覧となります。丸1から04、09、010、012につきましては、横浜市ホームページに様式がありますので、ダウンロードしてご利用ください。 なお、申請書提出の際は、A4 番、片側印刷としてください。丸11の会社パンフレットと事業所案内図につきましては、訪問調査の際に活用いたします。また、丸12の訪問調査日程調整表は、ご都合の悪い日に×をつけていただくようになっておりますのでご注意ください。丸13の申請商品のイメージ画像は、 どのような商品なのかを確認する目的と認定された際は経済局のホームページに掲載させていただくものです。商品等がよくわかるものをご提出ください。募集案内14ページからは申請書類の記載例となりますので参照ください。申請書類の日付は提出いただく日をご記入ください。印鑑は 会社の確認ではなく、マルインの代表社員を応援ください。確員のみでは、受付ができませんのでご注意ください。役職名の記入漏れが見受けられますので、忘れずにご記入ください。募集案内15ページをご覧ください。商品の概要は認定後に公表いたします。一般の方が理解しやすい、平易な表現で、100文字以内。 簡潔にご記入ください。また、公表するにあたり、表現を統一と修正する場合があります。新商品の特徴にあります、強み、新規性、独自性、市場性の各項目は、審査のポイントにもなりますので、しっかり、わかりやすく記入をお願いします。試験データや認証等ある場合は、必要に応じ、 別途添付していただいても構いません。募集案内18ページをご覧ください。生産工程の概要を記載する欄には、生産から納品までの流れをご記入ください。その際に、どこが、その作業を担うのかまでご記入ください。募集案内19ページをご覧ください。 新商品の生産及び販売の実施計画については、申請者の決算期に合わせ、当期を、基準に、一期前の実績から二期後の見込みまで記入してください。一期後、二期後の見込みの生産、販売計画は、本制度の活用を見込んでの計画としてください。また、実施計画の売上高、売上減価、売上総利益については、 数式の通りに計算し、記載していただくようお願いします。募集案内20ページをご覧ください。新商品の生産の実施に必要な資金額については、新請商品にかかる資金について、登記を、基準に、1期前の実績から2期後の見込みまで記入してください。新商品の生産の実施に必要な資金額の合計と、 資金調達方法の合計欄は、同額になるように記載してください。次に、募集案内21ページの企業概要書の記載について説明します。法人番号の記載漏れが見受けられます。忘れずにご記入ください。登記においての所在地、本社所在地、連絡先所在地は、同一の場合も全て記載してください。 今後の連絡は連絡担当者様宛となりますので、常時連絡が受けられる連絡先をご記入ください。また、変更が出た場合は、速やかにご連絡ください。スペースが足りない場合は、別紙やパンフレット等を添付していただいても構いません。募集案内22ページの人員表の記載について説明します。人員は、 申請企業の決算期に対応させて3期分ご記入ください。各月の在籍数は各月末を基準にしてください。平均労働時間の欄は労働時間について8時間と記入していただき、パートアルバイト等の非常用従業員の人員は概算で構いませんので。 一日の労働時間を8時間とした場合の一日あたりの平均延べ人数を記入してください。次に、23ページの役員等指名一覧表の記載について説明いたします。申請書類の日付は、提出いただく日をご記入ください。印鑑は、丸印の代表社員を応印ください。各員のみでは、受付ができませんのでご注意ください。 役職名の記入漏れが見受けられますので、忘れずにご記入ください。履歴事項全部証明書に役員として登記されている監査役を含む全ての方についてご記入ください。次に、24ページの非課税確認同意書の記入について説明します。非課税確認同意書は、事業所税、固定資産税、都市計画税が非課税の場合に、 納税証明書の代わりにご提出いただくものになります。非課税となる税目の左側の欄に丸をつけてください。応印、役職名の記載についても申請書等同様にお願いします。次に、25ページの新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少に関する申し出書の説明します。こちらは、 該当者のみの提出になりますので必須のものではございません。今年度の募集にあたっては新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けながらも販路開拓に取り組む事業者に対しては審査において加点措置を講じます。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が 昨年同月比で10%以上減少した事業者向けの任意の申し出書になりますので、家庭措置に該当する場合は、ご提出ください。売上減少率は、売上減少額を、前年同月1ヶ月の売上高で割って計算してください。認定申請書作成のポイントですが、申請書を作成するにあたっては、 その商品について簡潔にわかりやすく。また、特徴についても、その商品の強み、新規性、独自性、市場性について、しっかり、わかりやすく記入してください。申請書記載の内容は、審査に大きく影響します。審査員が、申請書を読んだだけで納得できる内容になるよう記入してください。申請書は、 専門外の審査員にも理解できるよう、平易な表現を心がけてください。また、専門用語を使わない、プロジェクトに関係のない社員の方に一度読んでもらい、理解できるか確認するなどの工夫をお願いします。本事業における注意事項をお伝えいたします。主な支援メニューを募集案内9ページに記載しております。支援メニューの一つ。 横浜市の行政現場での購入、使用については、市で購入希望がない場合や、価格等の条件が合わない場合は、購入、使用が叶わない場合がございます。必ずしも、購入、使用をお約束するものではないことをご了承ください。また、昨年度まで実施しておりました、上限100万円の展示会出展等助成については、 今年度は廃止しておりますのでご注意ください。最後になりますが、申請の際に、必要書類のすべてが揃っていない場合、受け取ることができません。募集案内13ページの申請書類確認書を活用いただき、提出書類に不足がないようにご注意ください。また、申請締め切り日にご提出される場合、何か足りない書類がありますと、 申請自体をしていただけなくなってしまいますので申請の際には十分余裕を持ってご準備ください。以上で横浜市販路開拓支援事業に係る説明は終わりになります。